どうも、ハッチーです。いやあったかくなってきましたね。もう桜の時期や言うてね、わーわー言うとりますけどね、私たち虫はですね、寒い間は体の動きが鈍くなるんですよね。ですんで冬の間は巣の中でゆっくりしてるんですけども、これぐらいあったかくなってきたらね、おお、ようやく春が来たかってな具合でね、どなんかなー言うてわーっと飛び出してきたわけですよ。やっぱり春はよろしおますなー言うて、でまあまだね、強い風がピューッと吹いたりしますんで、あーどっかちょっと風をしのげるとこはないかなー思ったらね、ちょうどね、前見たことない珍しい植物があって、なんか壺みたいなのがあったんでね、ああちょっとあそこで、風が静まるまで休もうか言うてね、ちょっとお邪魔しておるんです。この壺状の植物、なんかね、ぬるま湯みたいなのが入っててね、ちょうどええ湯加減でね、今ちょっとくつろいでるところなんです。でまあ近くを通ったあの蜂仲間がですね、それ外国の植物でウツボカズラっちゅう植物ちゃうか言うてね言うんですよ。そんなね、外国の植物があるわけないやろ言うてね、そんな話しとったんです。そんなね、あのウツボカズラってね、噂では虫を食べるいう噂ですわ。そんなね、外国の植物がここにあるわけないですからね、そんなあるわけないやろ言うてね笑うとったんですわ。そっから出られへんようになったんちゃうかって。いや何をおっしゃいますやら、私ハチですよ。ハチ、ハチ言うたらね、羽が生えてますから、何かあったらもうパーッと飛び出していったらいいんですよ。ただね、あの4枚あるうちの2枚はちょっと濡れてしまいましたんで、まあ、ちょっと乾かしてからゆっくり出ていこうかなと思っとるんです。あのね、ただね、この手のとこ滑るんです。あの滑るんですけども、離さなかったら今のとこ大丈夫ですから、これ離したらもうドボーンと入ってしまいますんでね、それは危ないですから。何出られへんようになったんちゃうかって。何を言うてますねんな。出よう思ったらいつでも出れます。出ようと思えばいつでも出れるんですけども、あえて出ないということですね。はい、そこのとこよろしくお願いします言うてね、なんせね、いい湯加減なんですよ。ほんまにゆっくりしてるだけ。出よう思ったらいつでも出れます。ほんとね、ご心配ありがとうございます。どうぞどうぞ、お先お急ぎでしょう。あの、構いなくね。はい。ご心配ありがとうございます。大丈夫ですよ。はい。出ようと思えば出れますんでね。大丈夫ですよ。なんか、足の感覚なくなってきたな。